中国スーパーリーグ CSL 王者のチャンスーは芦田クラブ運営停止を発表したことは、中国と世界のサッカー界に大きな衝撃を引き起こした。所属していた選手からは、経営陣を嘘つきと非難するも上がっている。今シーズンの J リーグはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。親会社であるソネーグループの経営悪化によ、クラブの売却先を探していると報じられ、かつ継続が不安視されていた控訴だが、2月28日には無の運営を停止することを公式声明で発。 AFC チャンピオンズリーグ ACL 出場も予定していた起用者が2021シーズンから消えるという衝撃の体となった。所属していた大物外国人選手たの間にも動揺が広がっているという。コスミ・オラロイ監督やブラジル人 MF アレックス・イシェイラなどはすでに契約が解除されてたが、他にもブラジル代表 DF、ミランダ、イタリア、ヒョウ FW、エデル、ガーナ代表 MF、ムバラク・ワカソラが、イケルに、まだ所属していた。中国、東方体育は、ブラル出身のイタリア代表ストライカーである、デルが、経営陣に向けて発したコメントを伝えた。ソネーグループはサッカーへの投資を続け、つもりがない。彼らは、クラブ従業員や選手たへの敬意を書いていると、同選手は語っていたのクラブでプレーすることも認められな。僕らは、ソネーグループのために素晴らしい背をして、中国リーグで優勝を飾ったが、それに、さわしい扱いと敬意は受けられなかった。スディレクターはいつも嘘をついてバカで、僕らへの約束を守ることはなかったとエルは続けた。中国メディアによれば、クラブは、昨日リーグ優勝後に、選手たちに約束した優勝金の支払いも行わなかったとのこと。対談、タ・テイシェイラもクラブスタッフに向けて、突き戸を吐き捨てたと伝えられている。両。